今回は、第2子電気工事士の電線の許容電流に関する問題について、説明したいと思います。電線の許容電流に関する問題というのは、必ず出題されると言っても過言ではありません。実際に、工事をする段階では、そこまで、考えなくてもいいかもしれませんけども、実際設計するときには、許容電流というのは当然非常に重要になります。工事士の試験に受かる上で、必要なのは、その最低限覚えてほしいのは、まず直径が1.6ミリ、それと2.0ミリ、この2つは最低覚えてください。で、プラス、2.6ミリ、これも覚えられればいいかと思います。で、この時許容電流は、1.6ミリは27アンペアです。これはちょっと覚えるしかないですね。で、2.0ミリはこれは35アンペアです。これ覚え方があります。で、2.6ミリはこれは、48アンペア。で、覚えるコツとしてはですね、1.6ミリというのは2.0、あ、ごめんなさい、2スケアですね。2スケアにとほぼ同等になります。そしてこの2と27というふうに組み合わせるといいかなと思います。2.0ミリはこれは非常に良くてですね、3.5スケアとほぼ同等なんですね。3.5で35です。で、2.6ミリはこれは5.5スケアとほぼ同等です。なので、まあ、50に近いというふうにして48アンペアというふうに覚えるといいと思います。そしてプラスですね、電流減少係数というのもあります。これは何かと言いますと、例えばこういう電線管の中にこうやって電線を一緒に入れたような時に関係するものであります。人でも一緒ですけども、狭い空間に複数人人がいると、お互いの熱でちょっと熱くなってしまいますね。電線も全く同じで、狭い場所に、密閉された場所に複数この電線があると熱がこもってしまって、より電流を流せる許容値が下がってしまうというのがあります。それが電流減少係数です。これは、3本の時と4本の時と5から、6本という段階があるんですけど、それぞれ、0.70、0.63、0.56とあります。これは覚え方は、まず345と覚えます。345と思います。そして初めが70%、そこから10%オフ、20%オフというふうに覚えてください。これは覚えやすいですね。ただですね、この電流減少係数というのは、これは問題で指定されることが、ほとんどですので、覚えられたら覚えてください。電線の許容電流というのは絶対に覚えなきゃダメです。で、プラス、寄り線になるとですね、実際、本当の寄り線になると、ちょっと増えます。ちょっと増えますけど、ニアリーイコールで覚えてください。では、実際に問題を見てみます。金属管による低圧屋内配線工事で、管内に直径2.0ミリ、ということの600ボルトビニール絶縁電線。ですので、これは、許容電流が35アンペアです。そして4本を収めて設置したと。で、電線1本あたりの許容電流値はということであります。で、周囲温度は30度以下、電流減少係数は0.63と書いてありますね。では、35アンペアかける0.63なんですが、皆さん電卓は使えません。半分よりちょっと多めという感じですね。そうすると17というのは、これは、0.5以下ですから、これはありえません。そして、35は取れないですね。で、30もこれもちょっと近すぎますね。それで22というふうになります。半分よりちょっと多めという形であります。
このようにできるだけ簡単に考えるというのも重要であります。電卓が使えませんので真面目に計算してはいけません。では似たような問題で、28年度上期の8番を見てみましょう。金属管による低圧屋内配線工事で管内に断面積35スケアの600ボルト未満の電線。これ正確にはですね、37アンペアなんですけども、まあ、およそ35で覚えてしまっても大丈夫ですね。そして今度は3本収めると。で、この時の、1本あたりの許容電流値はと。で、原子力係数0.70とするということですね。はい、これはまず19はありえませんね。で、34も当然ないです。そうすると26しかないんですね。はい、ということで、これもロが正しいということになります。いかがだったでしょうか。電線の許容電流というのは大変重要であります。ほぼ必ず出題されると思ってもいただいて、間違いありませんので、ぜひ覚えてください。そして、覚え方ですね。もう一回言います。覚えてほしいのは 1.6 と2ミリ。これは絶対です。で、できれば 2.6 ミリ。1.6 は、2スケアとほぼ同等で2と27。2.0 ミリは、3.5スケアとほぼ同等、3.5で35です。で、2.6ミリは、5.5スケアとほぼ同等、50に近くて48というふうに覚えてください。あと、電流減少係数ですね。3、4、5の順番で、70%のそこから、10%、20% 減少ということで、70、0.7、0.63、0.56 となります。すべて非常に重要な数字ですので、必ず覚えてください。